水しぶきがこれでも飛ぶ。これでもまだ。動画を見ていただきありがとうございます。旅する君の男子バオシンです。この動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。今回は本当に気楽な日帰り旅行ということで、1年ぶりに長瀞へ行こうと思って、ここは秩父鉄道の終着駅三峯口駅にいます。わざわざここに来た理由というのが、サブチャンネルバオシンフロントビュー用に秩父鉄道の全面展望動画を撮りたくて、羽生から三峯口駅まで撮らせていただいた感じですね。というわけで長瀞に戻ります。そしてこの動画最後まで見てください。それでは今回の旅を始めていきましょう。秩父鉄道線内はパスモとスイカは利用できないので、乗車券は現地でお求めください。これが1日フリーパスです。これがあれば寄居から三峯口までの区間を乗り降り自由、ね、大人1人5000円で利用できます。というわけで長瀞駅1年ぶりに来ました。去年は長瀞のライン下りできませんでした。なので今回はライン下りをしたいと思います。観光案内所となりますから、いろいろと情報を収集していきたいと思います。秩父鉄道駅舎の工事を各駅でやってるみたいですね。秩父の名物料理も聞いてきたので、この後の動画でご紹介できればなと思います。ここにね、発見所あります。立ち寄ってみたいと思います。ではね、チケットをゲットできました。というわけでこれから1年待ちましたけど、長瀞のライン下りをいらっしゃいます。地図が出てきました。岩畳こっちですね。去年は大回りをしてしまったんですけど、いやー楽しみだ。
転売所の方のお話では数日前まで川の水があまりにも少なくて運行できなかったらしいんですよね。昨日や一昨日からの雨でライン下りできるようになったって聞いてますので楽しみです。お客さん向かってますね。この商店街本当1年ぶりに来たな。もう早速船が止まってます。行きましょう行きましょう。1年ぶりに来ました、長瀞の岩畳。お客さんが集まってます。というわけで1年ぶりの悲願かなって荒川ライン下り乗れます。見てください、岩畳がすごいすごいですよ。向こう側のね、岩肌なんかも本当に素晴らしい。そしてもう船がもうスタンバイできてます。出発はだいたい11時ぐらいというお話なので、今回乗船するコースがロマンチックコースということで、ここ長瀞の岩畳を出発して高砂橋まで30分のコース、高砂橋に到着したら帰りはバスで長瀞駅まで戻るということを聞いています。チャレンジコースから帰ってきた感じですね。ライフジャケット着用必須なので捨てます。もしあるとさ、多少万が一止まった時はね、無理通してもらえば大丈夫なんで、水が少なくてもね、水気排圧するやつあるんで、こちらの水気があったら背中のビニールシート、波を消しぶち上げなんで、こちらの水気があったらビニールシートはしっかり上げてください。ゾウに見えるゾウイワが、オレンジの場所をおでこにしてもらって鼻が伸びてる感じ、ゾウが右側向いてる感じ、オレンジがおでこで下に鼻が伸びてる、なんとなくできたような感じ。水揚げが穏やかでいいな。これから流れが速くなるんで、その水揚げで上げてください。右側の方、流れが速いので水をかびる可能性が極めて高いそうです。こんな水かさ少ないっていうのにこれでも埋めてる。水しぶきがすごい。大丈夫かなこれ。ちょっと大丈夫これ。去年年山園で絶叫マシーンって言いながら、絶叫マシーンじゃなくて、おお、本当に水が出た。水をかぶりました。
象変化というかね、ミルフィーユ状に目にとって剥がれやすいのでもう一箇所はね、徳島県にある大ボケ小ボケ橋といいますが、ここでもこの景色は全然ないです。今こうやって通っているすごい静かな場所をソロと言います。これが長いことからこちらの地名は長トロという、ね、前方の橋は水管橋といいまして、水道管を通すために使われた橋。車を撮れば、ね、右側の方にはボートキャンプ場が、左側にカメラマンがいます。どうせ行くなら写真撮ってくれるね。左側の方見かけてください。ありがとうございました。写真を撮っていただきました。ロマンチックだから本当にロマンチックかどうか結構スリル満点だ。飛ぶ飛ぶ飛ぶ、水しぶきが飛ぶ。これでもまだ少ないっていう話。いた本当だ。魚は丸飲みにしちゃったよ。年の渦川ぶりだ。あ、いた。ここら辺の岩は緑色なんですけど、これは緑色変岩って言って、雨で濡れたりすると緑色が濃くなって。半端なく迫力が。これはどうするんですか？
だってね、今まで運んだ時もあったみたいです。今は便利なものがあるんで、トラック、エネルギーを使ってトラックです。A コースっていうのもあるんで、機会があったら見てください。どうもお世話になりました。楽しかったです。今回の動画いかがでしたか？コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。